はい、じゃあトムさんコーチング、やってみよう。やってみよう。俺がこっからパスを出すわ。その時に黄色かピンクどっちかに立って、例えばパス出た時にピンクに立ってたら相手は遠いからピンクにトラップ。そう、横向きで相手が遠いからちょっと前向いてトラップ。逆に黄色、黄色に立った場合はこっちからパス来た時にちょっと離れながらトラップ。動くタイミング、パスを出して、このボールが動いてる時にどっちかに動いて、そう、ボールが動いてる時に見る。そうそうそう、相手との距離感見て離れるんだったらちょっと距離詰めれる、相手が詰めてきたら離れないといけない。いくよ。はい、じゃあみんなもやってみてね、やってみてね。なんで落とすの？